この時間は河原へ行く予定になっています。僕らは先に行きますね。お待ちしてました、首相。この時間は僕らだけです。どういった稽古をしますか？わかりました。じゃあまた後で。お疲れ様でした。さすがに汗かきますね。首相、タオルどうぞ。お兄ちゃんの仇、覚悟！あ、キャまだまだ。すみません。私こんなつもりじゃ。おい。あのちょっと。ごめんなさい。無視すんな！待った！僕が相手になる。あんたが？首相と戦いたければまず僕を倒してからだ。大魔王の手下か、あんたは。どうした？やらないのか？あんたに用はないんや。
やる気だったのに。はあ、上杉くん。え？ありがとう。いえ、そんな。それでは本日の試唱会を始めます。これでよろしいですね。じゃあ今日はこれまでにするか。はい、閉会です。この時間は休養ですね。はい、師匠。野球とか。もう夜よ。じゃあかくれんぼ。楽しそうだけどすごい時間かかりそうね。鬼ごっこ一緒だって。わざとじゃないな。ないならいいんだ。貴様にそんな解消があるとは思ってない。あ、それだ。決まり決まり。行くわよ、みんな。森までね。ほら、夏美ちゃんも。
持ち悪い。いい感じに来てるわね。ではルールを説明しますね。さっき武蔵に一冊のノートを持って先に入ってもらいました。どこまで行ったの？わかりません。犬だしじっとしてないかも。武蔵は頭いいから大丈夫だよ。それを探すのか？そうです。見つけたらそのノートに名前を書いて戻ってくると。違うもの見つけちゃったりして。怖いこと言わないでくださいよ。それじゃあ2組ずつペアを作りましょう。明葉には稽古、日村は自主トレじゃないかな。いなかったから。師匠どうします？ペアですよ。誰と組みます？懐中電灯。髪が。すみません。ちょっと待ってください。首相。首相。私ずっと好きでした。首相のことずっとずっと好きだったんです。突然こんなこと言って。夏美って呼んでくれたから。いつも早瀬君だから名前で呼んでもらえたら言おうと思ってたんです。忘れてください。私が
勝手に決めてただけなんですから。ごめんなさい、明日からは普通に戻ります。さあ、武蔵を探しましょう。首相、早く。はい、首相。はい、首相。首相、お風呂はもう沸いてますよ。はい。僕らはお先に失礼します。ごゆっくりどうぞ。お先じゃ、余裕じゃったぞ。
違えたのは私だ。貴様なんかに、こんな変な借りを作るのはごめんだからだ。気にしてないのはお前だけだ。なんでもない、忘れた。私は何も見てない、見てないからな。首相、おはようございます。起きてください、朝ですよ。首相、起きてくれないと困ります。